いい、映ってる？映ってますか？いい。はい、こんにちは。ドラムのおじさんです。いい。いい。まあ、昨日ね、一個開けてみたんですが、昨日は竹内涼真ですなんて言いましたけども、今日はこんな感じのモノマネなんかしてみています。いい。こんなことするのもなんなんですが、自動車の税金払えっていう1年に1回のやつ来ました。でも10万円給付の申請書は来ていません。払いたくないよ。9月に払うじゃダメ。なんつって、そんなことをわちゃわちゃ言うとおりますが、はい、じゃあ、まあ、今日は、なかなかこうドラムを叩けないと衰えてしまいがちな、足の練習方法をパッと1個あればなくてもまあ最悪なくてもできちゃうよと、まあ、なるべく靴は履いた方がいいよみたいな、まあね、家にエレドラとか練習パッドのセットとかもちろん生ドラムとかなくてもできちゃうよみたいなのを紹介しようかなと思います。うん。このままの喋りだとムカつかれて変えられてしまう、変えられる、まあ、このこれ見るのやめだみたいな、やめてやるみたいなね、なんだこれはなんて言われそうなので、普通の喋り方に戻すためにおいっとやりたいと思いますということで、ねまあこんなね練習パッド1個あればいいんですが、あとクリックでね、まあねスマホとかにアプリを落とせばね、あのクリックなんて今無料で使えますから、150で大体自分やるんですけども、こう3連でねヒールダウンっていうやつでやるんですけど、こうかかとをつけたまま足をこういう風なねな感じでやるんですけど、まあ、で150でこう鳴らしましてのタン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 、でこの両手の交互に打ってるものと左足をまず合わせます。でその間を3連のウドド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 で埋めていくわけであります。非常にすねが痛くなりますが、すねの筋肉はそこは耐えて耐えて耐え忍んでもらいまして、ムカついてます。こんなことを1分くらい頑張ってやってくれ。うわ、喉にきますねこれ。わあ、喉にきますね。というわけでこんなことをやりまして、まあそれでですねストップイエスで次はこうシャッフルありますね、よくドンパンなんつってね、うんこちんこうんこちんこなんつってね、そういうことやりましたけどね、練習方法でね、まあ、うんこちんこでとどめとこうつってね、うんこちんこうんこちんこでうんこちんこうんこちんこでとどめとこうなんつってね、今日も全開、ということで、これをですね、右足と右手を合わせるわけであります。こんなことでもできるわけであります。ちょっとねうまく当たってない時とかもあるのを、そこをちゃんと自分で注意しながら、まあ、こんな練習をするわけです。最後3連、最後はドドタドドタドドタ、右右左、これをまた、ああすねが痛い、すねが痛い、そう思ったらそこからまたスタートだと、あこれは師匠に言われた、苦しい時はそこからがスタートだと思えなんですね。
はい。でですね、ここでまた16部とかね行こうと思うんですけども、いきなし行くとね、やっぱねちょっと疲れちゃうわけですよ。疲れちゃうわけでございますよ。その足の疲れをちょっとすねの部分の疲れを緩和させるためにちょっとぽいかなこのままこうつま先を今度つけて、かかとを浮かせたままかかとが床につかない感じでシングルでどこどこどここれツインペダル、ツーバスの練習になりますんで、これがついちゃうとってなるわけですが、これをつけないでかかとのこのかかとと土踏まずの境目あたりが微妙に床につくかつかないかぐらいでまた引き上げる、これをやるわけでございますが、右手スタート、右手と同時に左足を打つ、左手と同時に右足を打つ、このような感じで皆様に打っていただきたいわけであります。これを支部から150でやっていただきたいわけであります。これ203連8分3連モノマネ入れてるとちょっとずれる16これを今度は左手と右足とこう今さっきと逆の感じでこれ150でやるわけでありますね。私の場合はこの3連をやった後に左足からのスタート、これをやりまして、その後右足行くかと思わせてまた今度はダブルで16部でやるわけであります。これですね、タドドタですね。右手足足左手、これが2つ目ですね。次は3つ目、3種類目が足左手右手足、うるさい、ストップ、止まりなさい足左手右手足、サンバキックと呼ばれるものと一緒であります、みたいな。これをこの時重要なのが足を大きく取ることですね。1、2、3、4じゃなくて1、2、3、4、1、3、4、喉が1、2、3、4という感じですね。大きく1、2、3、4ってやりますと、どちらも頑張っちゃって走っちゃう。大きく構え、まるで私のように大きく構えて見ているかのように、左足はドツンとこう
大きく構えて見ている人が必要なわけであります。大きく構えるだけで何もしないも良くないとは思いますかね。なんつって怒られるやつじゃねえかな、これ誰からだっつってね。まあね、そんなわけでその次がですね、これですね、足足、右手左手、左手ように入れるわけであります。まあこれも、左足はこう、こうなんか1、2、3、4ではなくて1、2、3、4と大きくとってやるのをお勧めいたします。でそれが終わった暁には左手右足を同時に打って。右手と左足、このオルタネートでこう、オルタネートって、こういうようなことをやるわけであります。そしてまた同じようにダブルをやっては、今度はテンポを上げて170とかでこう、なんていうのを音がなるべく出ないようにこう、まるでおしっこがしたくて仕方がない、そんな感じでガクガクブルブルしてる感じでこうきっちり踏むわけでございますね。でも床がってなってるだけでバタバタはしないので、まあ最悪ね、ちょっとアパートの2階やら3階だっていう人は、下の人にこのヒールダウンだとうるさいって言われるかもしれませんから、タオルとかヒーターの地にやっていただけるといいやら悪いやら、それはあなた次第なんつってね、そんな練習をしておるわけでございます。まあ細かいいろんなことあるわけですが、大まかに言うとこういうことをやっております。まあ細かい何やらってなんだなんていう人は、個人レッスン受けたら教えるよなんつって、ただいまオンラインレッスンやってるけど、どうしよう興味ある人はツイッターにダイレクトメッセージくださいね。だいたい1時間ぐらい1,000円だよなんてことも言いつつ、じゃあ終わっちゃおうかな。いや、これこうしなぜ、とりあえずドラムのおじさんでした。皆さん、ステイホームってなんやねんっていうことで、じゃあおしまい、さようなら。